こんにちは、かけれです今日もまたまたあのー、バジルシードドリンクのライチ版ですね、えー、の動画をご一緒にご覧いただきたいと思いますバジルシードドリンクライチ味、えー、こちらの方もいっぱいなんか黒いブツブツが入っておりますなんかちょっとやっぱり不気味ですよねニュルっとした感じが何とも言えないですけど えっと、まずカロリーの方からまいりましょうえっ、ー、と 100ml あたり 37kcal ロロですねと原材料の方はバジルシードですねあとは砂糖に香料に増粘剤ということですえっ、ー、とこちらにバ,ルバジルシードの説明がございますおおはははは もしあののお客さんの方とかですよね来客用にもしこの,このまま黙って出したらなんて反応するんでしょうかですよね <laughs> はい、えー、こちらがバジルシードドリンクのライチの中身ですうーレモン版ンよりも若干透き通った感じが余計にこの,あのバジルシードを際立たせているという感じでしょうか、えー、それではお味の方をチェックしてみたいと思います うまいです納豆もいえないライチの甘酸っぱい感じですかね独特のなんか癖のある甘酸っぱい感じをがあのよく出てますねすごいまろやかな味ででバジルシードの方はやっぱりあのお口の中プツプツが当たって、えー、喉通るときにすごく心地いい感じになりますえー、っとちょっとばっかりチェックしますうまいですなんか ほんままににライチ食ってるようなな感じになりますね、えー、バジルシールはそんなにつぶつぶ自体はでかくなくてえっとまあ喉越しを楽しむ的な感じでしょうかえー、っとあとはそうですね癖もなくてすごいまろやかで美味しい感じでえっとあと。 販売しているところはドン・キホーテさんということだったんですけれども、えっと、結構いろいろ皆様から情報をいただきましてなんか阪急さんの高級スーパー店とかあとは薬局屋さんとかにも置いているらしいのですけれども若干やっぱり価格は高めらしいですけどとっても美味しいですねえネタにお一ついかがでしょうか <laughs> すごい美味しいですそれでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います